はい、こんにちは、ゼリプロです。いつも通りツルハシ借りて、また、ね、稼いでいこうかなと思ったんですけど、ちょっと掘り始めたらちょっといつものツルハシと全然違くて、ちょっとびっくりしたんで、ちょっとこれ動画に残しておこうと思ってちょっと今緊急で動画回してます。で、これ普通のツルハシだと思って、まあ、いつも通り借りて掘り始めたんですけど、そのあんまりにもね早すぎてびっくりしますね。ちょっとじゃあ掘っていいですか。普通にこれめちゃくちゃ早いよね。なんか体感2倍ぐらいあるんですけど、この速度が。もうなんか、今までの感覚だとちょっと落ち着かないぐらい、こう、精度が狂っちゃうぐらい速くて。いや、こんだけ掘れりゃ、楽しいっすよね。いや、これなんだかなと思ったら、ツルハシのレベルが、すごいんですよね。この速度がもうレベル17で。だからオーナーの人はこれ、まあ、自分のやつなのか分かんないですけど、上げてこんな感じになってるんだと思うんですけど、今までね何回もツルハシ借りたんですけど、まあ全部がレベル1のやつしかやったことなかったんで、いやこんなすごいことになるんだな、ちょっとツルハシすごいなと思ったんですよ。これ一個持ってないけど、まあ、ただこういうこういう感じになるならば、持って自分でやるのもすごいいいなってちょっと思っちゃいましたね。なんか今は稼いで、まあ、宝石を今ね集めてるんですけど、まあ、そういう企画だったんでね。これちょっと見たらだって全然さ、効率が違うもんね。倍ぐらい早いよ、これ。あと今、鉱山レベル15だから、こう、硬いところ、掘れてるんだけど。これはちょっと気持ちいいよ。なんかもうずっとここにいたいもん。他のツルハシできないよな、これやったら。あ、でね、さっきね、トレジャーカプセル、見つけたんで、まあ、この人のツルハシは回復しましたから、まあ、少しはね、貢献はできてると思うんですけど。いや、すごいよ、もう、マジで、落ち着かない、もう疲れちゃう、なんか、今までね、ダラダラ、掘り進めてくゲームでしたけど、これって。ちょっと、ゲーム性変わるもん、ここまで来たら。ちょっと、神経使わないと、落ち着かないですからね、この目が。別になんか宝石とか見つけなくても楽しいもん。このなんか爽快感あるっていうか、ボロ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 ね、こんだけ岩崩れていくとさ、ゲーム性変わるよね、これ。ちょっと狂う、マジで喋ってると、ま、本当に変なとこ叩いて。すげえ、マジ感動だわ。ちょっとさっきなんかピコピコ鳴ったよ。あ、鳴ったね。すげえか、すっごい。いや、マジで別になんかもうこれだったら見つけなくても楽しいっていうか、ずっと掘っててもいいわ。あ、それでなんだっけ、稼いだもので VIP ランクの宝石集めるって今もやってるんですけど、意外に結構集まりました、あれから。なんかね、宝石の、まあ、ちょっと
なんていうんですか、価格がちょっと落ちてて、あ、このぐらいで集められるんだと思って結構ね、取った分で溜まってます。今、5個ぐらい溜まったかな。まあちょっと別な機会にちょっとそれは別で動画撮ろうと思ってたんで、ちょっとそれは別な動画で撮ろうと思うんですけど、ちょっと今回ね、これにちょっとびっくりすぎて。これ楽しいよ、マジで。普段さ、スカラでやってる人もこれやっぱ体感したことないんじゃない？あ、ここっぽいね。ちょっとじゃあ掘ってみますか、この硬いところも。硬いところもマジ全然苦になんないからね。長いわーって感じないの。はいはい。早いし、はい、早いし、まあ普通のところも楽しいしさ、これちょっと体感してほしいよね。あのサクッとやってやめてった人たち。これを体感したらちょっと違うよ、また。はい。でね、今ね、ここ、鉱山一人なんですけど、貢献、なんていうんですか、マスカラ 100% でしてくれてるんで、これもね、いいんですよね、一個。発見しただけでもう1ブリルもらえちゃいますから。ええよ、これ。あ、来るって。精度が。あ、戻った。違うんだよね、あの感度が。ほら、これ早いよ、マジで。全然違うよ、これでやったら。
え、やばくね？危ない。ここでしょ、多分。ほら、危ねえ。まあいいわ。ちょっととりあえずこの速さ見せられただけで素晴らしい。もういいとこ見せれたわ、マジで。まあなかなかね、これを貸し出してるっていうのは多分ないと思うけど、もしね、ちょっと機会あったら。皆さん、はい、どこ行った、俺のはしごどこ行った、機会あったらね、こういうのをちょっと使ってみてください。ちょっとマジでゲーム性変わるわ本当に。なんかこうダラダラするやつじゃないよ。はい、それでちょっと今回はもうこれで終わります。ありがとうございます。